え？インド派の人は虫つかめない。まあ確かに。あ、今 配信する前に YouTube の今日はどんな動画が上がるかなと思って見るじゃないですか。新しい動画見てたら、爬虫類飼ってる方のオオトカゲがそのご飯を食べてる動画を見たんですけど なんかもう大きい水槽の中に生きてるフナ、ちっちゃいフナを30匹入れて食べるんですけど、もう水槽が大きくて魚がすぐ逃げるんですよ。それで全然食べられてない姿、本当に可愛くて一人で笑ってました。お姉ちゃんが「また虫？」って言って笑って眠りにつきました。今 眠ってる。もう起こさなきゃ。今日も私が配信終わったら そう、追い返し結構してた。そう、お姉ちゃんはいつも冷静 面白いね、生き物好きっていう方とあまり好きではない方の反応の差が面白い 面白いね。フランさん、星ともともさん、バラ見てました、かわいい、ありがとうございます。ねえ、面白いね 生き物なんで本当に見てられる、面白い。足が多い生き物が苦手です。確かにそういう方多分いっぱいいると思う そうよ、イリチジマって珍しいね。珍しいはず。私もまだ友達でイリチジマっていう人とは出会ったことないな いやいや、元気 元気。そっか、もう10時45分だ。地元でもいないの？なんだっけ あれ？何のお話なんだ？私の話がポンポン飛んじゃうからすぐ分かんなくなっちゃう。ごめんなさい。グラスちゃんと、入れてるマサイコさん。タンポ。ありがとうございます。なんとか島はいる？え、嘘？それもいない。私。あ、島、あ、なんとか島、確かにいる。中島さん。しか思い浮かばない。中島さん。サザエさん。中島さんしかわかんない。ああ、小島さんだ。小島さん、あ、野島さん、あ、いっぱいいる 小島さん 好き タケノジ あれ、なんでそれ笑ってたんだっけ。もうその前の話を忘れちゃった。なんだっけ、忘れちゃった めっちゃ笑ったの覚えてる あー、もうお腹じゃないよ、鼻がもう嫌だ イリチシマちゃん かわいい いっぱいいる島ってね。イリチシマが珍 感情それだ それだ、うまっと思ったわ、ほんと。島ってかっこいいね。だから川島も好きなんですよ、私。川島の島も私と同じ島じゃないですかね。簡単な方の島じゃないから好き なんか今日も今の夜配信なんか話そうとしたんだよ、もうすぐ忘れちゃう。メモしといた方がいいのかな、これ。
入り口ならいた。え、すごい。私いつも入り口って言われる。本当に言われるよ。入り口。ポケモンだ。いや、ポケモンはね、ちょっと違った。今日は。今日は違った。なんだろう。何の話だろう。忘れちゃったな。コメント欄見て、いやないけど、確かにあの生誕の、あの4月の生誕グッズが予約ん始まりましたね、確か今日だっけね、そう情報出てましたよね、4月。見ました、皆さん見ましたか。冬ちゃんの好きですよ、私冬ちゃんのバッグが好きですよ。冬ちゃんの生誕ティーの方はもう冬ちゃんが好きなものが詰まってる感ね。やっぱ入り口、そうだよね、言われるよね、握手会は絶対入り口さんって言われるはずね。ふーちゃんの好き、あのふさんのバッグってだっけあれそう、なんか4月5月一緒で情報解禁されるのかなって思ったら1月ずつなんですね。5月はいつ情報出るんだろう。いや、私のどんな感じなんだろう。自分で案は言ったけど、ちゃんとその通りに綺麗になるのかどうか初めてだから分かんないんですよ。買ってくださるかな逆におしゃれ、確かにん?5月の誕生日は誰がいる、私入れて3人しか知らない。誰？あと全メンバーの、あの誕生日私知らないんだよな。そう、里川さんとまこちゃんと私しか知らないの。ルカさんと新井さん、すごい2人覚えたぞ。そう、まこちゃん一緒よ、5月。楽しみ。発表される時まで皆さん楽しみにしててください。予想はつくかな、どうだろう、つかないかな妻子の翌日ってことは5月25日がルカさんのお誕生日ですか。まこちゃんが24日ですもんね。昨日か今日の配信でその話をしたので覚えましたよまこちゃん覚えたよ。服のロゴなんで書いてあるの、なんで書いてあるんだろう、わかんないか。これ反対側になってるかわかんないね。私はカーペDM なんですか、わかりませんね。わかる方います、これわからないなんかあれだよね、外人さんが日本、なんか日本語でなんかただの憎悪って書いてあるT シャツとか着たりしてるじゃないですか。まあ憎悪だかわかんないけど、なんか面白い単語の日本語が書いてある T シャツ、それを日本人が見ると笑っちゃうけど、多分この文字を見て外国人の方も笑ってるんだろうなって思うよねわかります言ってること
え、そう、ラーメンとか、そう、神だ、そう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 。だから英語の文字が書かれてる服ってなんかあんまり着れないよね。恥ずかしいねえ、こうやって指さされてね、笑われたら恥ずかしいよ。え、今を楽しめの意味、え、そうなの、その言葉はラテン語、え、これ、え、すごい、分かる方がいる。え、シーズザディ、シーズザディですって。すごい、かっこいいね。今を楽しんでますかって意味、すごーい。え、グッと出てきた、ありがとうございます。ラテン語らしいですよ。え、かっこいい、今を生きる、確かに生きてるよ、それはいい感じかも、笑われなさそう。100日に一度、何それ、10期の T シャツん、レッスン着、私見てもその私たちと同じなんだっけ、ビブス着てるから見えないんですよね、どんな T シャツを着てるのか。さやかさん、さやかさんって言われるのすごい違和感。やだね。さやかさん。ね、早く10期生の子たちと一緒にお話しして仲良くなって公園出たいですね、青春ガールズ公園に。10期生にさやかちゃんっていたっけ、いや、さやかはいないけど、はやかちゃん、はやかちゃんはいますよね、すごい似てる。だからコールの時絶対なんかもしかしたら聞き間違えちゃうんじゃないかなって思ってるんですよ。さ、は、さ、は、違う、わかるか、さすがに。さとは、そう、五十嵐はやかちゃん。さやかちゃんって言いそう、怖っ。ねえ、間違えそうだよね。あ、そうだ、そう、前ね、ん、九期のマネージャーさんとはまた別のマネージャーさんに、私がそのマネージャーさんと会うと私のことをさやねって呼んでくださるんですよ。もうそれが嬉しくて、初めて呼ばれた時普通に私返事しちゃって、逆にそのマネージャーさんに驚かれた、反応されたみたいな。さやねって言われました。もうさやねですよ私は。そのマネージャーさんからしたらね。さやねえですよ。そう、さやねえとは言ってもらった、あは聞こえなかった、さやねえでした。嬉しいですね。さやねえ、はいって言いましたよ私は。もうね、気分がいいですね。自分の好きな方のと同じ名前で呼ばれること、この範囲で違いました。いやでも前かやにゃんとお話しした時に言われた、さやかちゃんって配信でよくはーいって言うよねって言われて、真似されてた。そう、それ前配信でも言ったかな。はーいはーいってさやね、いいでしょう。もうその時はね、気分良かったよ本当に。さやね、もうその方以外さやねって呼ばれることは一度も多分ないと思う、一生。そうよ、はあ、いいわ。そう思うとやっぱ旧期のメンバーでもなんか同期の配信は見てるんだなと思って、恥ずかしいね。どんな話をしてる時に聞かれてるのか分かんないし、恥ずかしいね。コメントしなくても聞いてるんだなって思うと恥ずかしいよね。見てるよね。だよね。
メントせずに見てる。うん、私でもたまにそうしちゃうし。そう、トムトムさん、達也くん、ハト、たくさん7七七似合う、ハト、ありがとうございます。かなり年上だけどさよないとね。いいよ、私がただただ気分が良くなる呼び方。さよね。また吹き回りしてると思わ、思われてそう。そう、あの日ちょうど一ロールで買おうと思ったのにそのデマが流れなくなって、本当に本当に危機でしたよ。入内島家、名古屋の入内島家。でもね、ちょうどお姉ちゃんと一緒に買いに行ったからよかったけど、4ロールの。でももう今復活してるね、トイレットペーパーとティッシュは。あれだもんね、日本で作られてるものが多いから大丈夫や。そう、お父さんにも1週間もすれば。それはそう、私もほぼもう家出てないですよ、本当の用事がない限り。本当に早くレッスン場で練習したいですね。鏡がないと本当に困る。さあやはい。アルコール消毒もないな。除菌シートはあるよ。今度はお米がなくなる。そうなの？お米は食べないから私は平気だな。マスクね、開店前並ばないと嫌だねそれ。そう、レッスン場でダメよ。でもなんかね、パルコとか人が集まる場所をお休みしないですもんね。従業員の方本当大変そうだなって思う。怖いよね。ふうくん星、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。あ、お久しぶりだ。さやはパン派、米派、パン。パン、なん、なん、なんは、なん、なんを最近食べてないから悲しいですね。クリームパンも好きだよ。食べないけど全然。パン、何パン、抹茶、抹茶味のパン。なんだって。みんな同じこと考えてる。いつもポケモンパンは大好き。あ、もうまたポケモンじゃん。コメントにあるとやっぱ読んじゃうわ。ポケモンに敏感になってる今。ダメだね。
だってそうなんだろう、もうさ、そうなんすとか、そうね、そうなんす思い出しちゃったし、そうなの、ほら、そうなの、そうなんす、ダメだね、なん、そうなん、かわいい、かわいい、ハッピーさん出したいな、寝てるよ。息してる。1ヶ月ぶりに見に来た。そんな経ってる？ありがとうございます。ポケモンって何匹いるの？わかんない。なんかもういろんな地方が増えすぎて、何匹いるんだろう。わかる方います？わかったらすごい、めちゃくちゃ多いよね。ソードシールドで厳選するようになっちゃったんですよ。マジカル交換しちゃうから。そうなのよ、